はぁ、あ、何お前誰おい、やばいよ。何がだよ。こいつ、ドライジュースのヘッドの水木だ。は？ドライジュース？こいつの必殺技知ってるか？キツネのかかと落としっつーの。一発食らうと顎砕かれるぜ。ドライジュースなら最初からそう言えよ。行こうぜ。だっせえな、おい。逃げるくらいなら最初から喧嘩売るなっつーの。よ、久しぶりだな、青葉。水狐のかかと落としってなんだよ。お前の足技の話だよ。名前はさっき適当につけたけど、でも顎砕いたことあるのは間違ってないだろ。何年前の話だよ。俺は今でもよく覚えてるけどな。つかお前がこの時間にこの辺にいるって珍しいな。まあな。ようやく来る気になったか、ドライジュースに。まさか、そういうの嫌だっつってるだろ。チームも入ってみりゃ意外といいもんだぜ。とにかく、めんどいの嫌なの、俺は。知ってるよ。でも、最近はうちも結構微妙なんだよな。微妙？そうか。お前んとこ相変わらず最強だろ？あれだよ。ライムのせいだ。ライム？うちのメンバーもちょろちょろ流れてんだよ。ライムなんて頭脳戦っていや聞こえいいけど、所詮はただの妄想ゲームだろ。まったく、どこがいいんだかわけわかんねえよ。妄想で縄張り守れるかっつうの。まあ確かにな。
それから神隠しだ。神隠し？聞いたことあるだろう。昔リブのチームが丸ごと全員行方不明になったって話。ああ、あるけど、でもあれって都市伝説みたいなもんだろ。しかも10年くらい前の噂だし。どういう理由かは分かんねえんだが、最近ぱったり見かけなくなったチームがいるんだよな。ヘマでもしてヤクザに締められたとかじゃねえの？それが消えたチームのメンバーが数日経ってからフラッと帰ってくるってのが起きてな。でもそいつ何も覚えてなかったらしい。自分のことも忘れてて、まるで脳が壊れちまってるような感じだったらしいぜ。でも神隠しって確か犯人はあのモルヒネだってオチじゃなかったか。モルヒネ自体が都市伝説みたいなもんだし。まそうなんだけどな。犯人がモルヒネじゃないとなると、もしかしたらライムやってる奴らの仕業じゃねえかとか考えたりもしたんだけどな。そりゃちょっと話がぶっ飛びすぎだろ。本気で言ってるわけじゃないぜ。ただ最近奴ら調子に乗ってきてるからな。だからって神隠しまでやって、しかも人の頭をおかしくするとか、どんなことできんのか。そこまでやれるんなら何かしらの騒ぎになってるだろう。いや、分かってるって。だから俺も本気で言ってるわけじゃない。ライムか。ああ、なんか気分悪いな。そろそろ行くわ。また今度店に顔出せよ。ああ、んじゃな。どうした？なんでもねえよ。行くか。
うわぁ。薄い薄い。来た来た。さあ、お待たせしました皆さん、これよりライブを開始します。本日の第1戦目はライブネーム Player vs ルート44の対戦だ。プレイヤーはこれまで5回参戦、3連勝中。一方、ルート44は初参加。果たしてニューカマーが連勝記録を止めるのか、それとも、さあプレイヤーの方は準備が完了したようだ。ルート44の方ももうそろそろ OK か。両者とも準備完了。それじゃあ早速始めようか。ゲームスタート。アオバ、大丈夫か？ああ、大丈夫。でも、そろそろ行くか。そうした方がいい。こんばんは。やっほー。どうしたんですか？気分でも悪くなりました？人酔いでもした？ウィルス&トリープ。お前らなあ、まあそんなとこかな。アオバ、気分はどうだ？まあまあ、大丈夫。こんなところでどうしたんです？ライムなんて珍しい。いや、どうってこともねえんだけど。もしかして、興味湧いちゃいました？全然そういうんじゃねえよ。ぼんやりして巻き込まれたんじゃねえの？
違うって。つかお前らこそ何こんなとこでフラフラしてんだよ。俺たちはお仕事ですよ。ライムの連中最近はしゃぐから。それにしても相変わらずお前ら似たような格好してんな。双子見て。双子じゃありませんから。青葉さんはお仕事の方は順調ですか？アイスクリーム屋さんだっけ、ペンギンのエプロンの。あれは一日でクビになったんだっけ？一日じゃない、3日。今はジャンクショップの店員やってるよ。ああ、なんだっけ、平等？平凡。もう結構長く続いてるし。青葉さんに平凡なんてネーミング合いませんけどね。ま、もし暴れたくなったらいつでも声をかけてください。うち割と羽振りいいのでおすすめですよ。気持ちだけ受け取っとく。青葉さんの戦ってる姿また見たいって今でもよく思うんですけどね。そうそう、俺たちファンだからな、青葉の。おっと、ルート44ダメージ250。さあ、いよいよクライマックスか。こらてめえら、シバ！ああ、うるさいのが来ちゃいましたね。てめえらこんなとこで騒いでんじゃねえ！全員まとめて逮捕だ！ここは退散ですね。青葉さんも早く。
なあ。バイバイ、アオバ。待て、この野郎！逃げんな、こら！クソが！逮捕じゃ！おい！大丈夫か？ああ、ギリギリセーフ。危なかったけど。無事でよかった。本当にな。ただいま。いい加減にせえよ、このバカ孫。耐え。るさー。当たり前だよ。うるさく聞こえるように怒鳴ってんだから。なんだよ、何怒ってんだよ。こりゃ怒るわ。鍵だよ、鍵。鍵？仕事に行くときは玄関の鍵閉めてけって何度言ったらわかるんだい。あー、そっか、ごめん。ごめんじゃないよ。まったく、なんだってこんな記憶力の悪い子に育っちまったんだろうね。しょうがないだろ、忘れてたんだよ。どうせまた寝坊して飛び出してったんだろう。本当に23にもなってどうしようもない孫だね。悲しくって涙が出そうだよ。だからごめんって言ってんだろ。人間うっかりすることぐらい誰でもあるだろうが。
お前はうっかりの世界選手権にでも出ようってのかい。これで何度目だよ。ね、あ、6回。ほんとにお前ってこわわかった、わかった。明日から気をつける。だからもう怒鳴るなよ。その言葉も何度目だろうね。お前がそんなんじゃ、こっちもオチオチしねやしないよ。ほら。とっとと入りな。さて、いただこうかね。いただきます。いただきます。わーちゃん、うまい。そうかい。いつものかい。食後に薬飲むのを忘れるんじゃないよ。うん。
ごちそうさま。